メキシコに住むフアン・フランコさんが9日、太りすぎで命に危険が及ぶとして、体内の栄養吸収を抑えるための手術を受けました。フランコさんは17歳で、怪我をして以来急激に太り続け、体重は595キロに達していました。肥満の影響で深刻な糖尿病や臓器不全も抱えていたため、175キロのダイエットを行い、今回の手術に挑みました。手術は無事成功し、医師は術後の経過を見守るとしています。WHO 世界保健機関によりますと、メキシコでは 35% の青年が肥満傾向にあり、世界的にも高い水準だということです。